ドバイスとして言えるのは、極端に自己肯定感が低すぎるんですよ。去年までしてきたことで言いますと、企業塾でお世話になっていて、今まで時間とお金と労力を費やしたことが自分の見た目を変えるということを主にファッションと美容でお金をかけてきたので、それを周りの人に提供したらどうかっていうお話をいただいて、それをモニター取ったりして1年半ぐらいかけて活動しました。今年の頭にかけて藤見さんのところでフォトスコープをのベーシックなことを学んで、今までしてきたファッションのことで何かできるかなというところで行動が止まっています。というのもファッションのことで言えば、同行ショッピングを10人くらい行ったのと、あと講座を1回モニターで企業塾の知ってる方に6回講座をしたのと、あと無料相談会で40人か50人くらいしたんですけれども、自分のファッションのアドバイスをすることとか再現性があるかっていうと再現性がないなっていうのと、あとアドバイスしてもいいですか。この段階で流れてしまうと僕はどうしたらいいのかちょっと分からないので、ちょっと泣かないようにしていただいて、まずその同行するっていうのに定量的価値が歌えますね。選びますって、まあ、あなたが選ばなくていいです、もうすでにそれファッション同行はやったんですよね。まずお金もいただいてます。でそれ100人1000人やってみてくださいよ。あと定期ファッションで撮るだけですよ。コーディネート作ってあげるだけですね。実際行ってやってることが、自分で服を選んだりとかするのが苦手な方に、普段着れるようなお洋服を一緒にその人のライフスタイルと、あとお顔と体スタイルと、あとなりたいのを聞いた上で、その人が買える価格帯かもうちょっと上くらいの価格帯のものを一緒に行って選んであげて、選び方もあなたがもし一人で来ても選べるようにっていうようなアドバイスをしながら、一緒に同行ショッピングしながらレッスンをする感じなんですね。でそれをやってるので、それだとなんかあんまりないかなと思って。何がダメなんですか？定期ショッピングみたいな感じだと、イメージだとイメージコンサルの方とかがその人が普段選べないようなお洋服を、専門性が高いでセンスいいお洋服をこう定期的に更新して選んでってあげるっていうファッションコンサルさんが多いなと思っていて、でも自分はそういうのはできないし、そういうことを知ってるわけじゃないので、ニーズという価値がないなと思って。だってお金もらってるんですよね。お金いただいて、もう一回行きたいって言ってくれる方も、まあでも全部私の知り合いなんですよ。だからその知り合いの人の同行ショッピング全部フロントに SNS で全部上げてます。ビフォーアフも撮ってます。こういうファッションでこういうイメージに変わりましたって、上げてるのもあるし、上げてなかったのもあります。それを全部まず上げてみてください。結果として知り合うんですよ、商品買ってもらうときって、じゃあその知り合いっていうのは直近で一番関係性が深い知り合いの方ってのはどれぐらいの付き合いだった方ですか？1年も経ってないですね。はい、OK です。じゃあ一番関係性が浅い方での知り合いから売れたケースってのは何ヶ月ですか？ゼロです。紹介で。じゃあもう紹介が生まれてるじゃないですか。アプローチと訴求が足りないだけですね。 LP は作ってありますか？作ってない。だから何も説明文がないんですよ。メニューもメニュー表がないから、どこにどうしたら分かるのって聞かれるんですけど、載せてないです。逆になんでそれで売れないって嘆いてるんですか？売れないっていうか、価値がないと思って載せてなくて。でも聞かれるんですよね。聞かれます。なんで LP 作ってビフォーアフ載せてメニュー化しないんですか？それをやってみてから次の悩み向き合いましょうか。だってそれを作るか作らないかの議論をするよりも、さっさと作っちゃった方が良くないですかね。メニューはやっとのことです。作られたんですね。リットリンクに簡単に金額だけ載せているものを作っていただいて、でもアップしてない。だからもうちょっと日本語が難しいです。ポップにいい加減にしろよってそろそろ言いたいんですけど、何を言って差し上げればいいかな。答えは出てるじゃないですか。自分で分かってるじゃないですか。ウェブ上に上げればいいだけじゃないですか。背中を押してほしいだけですか？それとも具体的に何をやればいいか言えばいいですか？いや、だから言ったことおかしいんですか？いや、もう答えが出てるのに。だからウェブに上げて、お客さんのビフォーアフター上げて、ファッションで悩んでる人、私の動向を依頼してもらえれば、もうあなたが考えなくていいですよっていうような発信をしていけばいいだけです。それをフレームとして作ってやってほしいです。それをやらないで次の相談しても多分意味ないですね。今日は同行ショッピングに行く前に何か事前に相談とかを受けたりするんですけど、
でもそもそも紹介しか来ないとかって言ってる、だから言ってることがめっちゃちぐはぐしてるんですよ。じゃあお客さん来るんですね。お客さん知ってる周りでポツポツは。でも紹介で会ったことがない人も来てるんですよね。でも知った瞬間1年あればお客さんになってくれる可能性もあって、すぐ紹介で来てくれたケースもあれば、繋がってから何ヶ月ぐらいで来てくれる人もいたんですか。半年も経ってない。じゃあ6ヶ月ですね。僕のことを知ってくれたのはどれぐらい前ですか。知った瞬間すぐクレジットカード切りましたか。あ、いえ、星海さんがなんか北原さんとか入られたっていう投稿を見て僕のことしてくれましたね、はい、そこから具体的に僕にお金を払ってくださったのは何ヶ月後ですか。半年ちょっとかな、はい、一緒ですね、はい、半年ちょっと6ヶ月、はいはいはい、ここが、はい、もう言ってることとやってること一緒なんですよ。だから分かりますかね、はい、アドバイスとして言えるのは、極端に自己肯定感が低すぎるんですよ、はい、もうちょっと自分のことを認めて差し上げたらどうですかっていうアドバイスですね。あと答えが自分の中で出てるんですよ。これをやればいいのになって言いながらやってないだけなんですよ。でアドバイスとしたら、さっさとやったらどうですかっていう。だってメニューさっさと作ればいいじゃないですか。さっさとウェブにアップすればいいじゃないですか。さっさとメニュー化したんで来てくださいって言えばいいじゃないですか。なぜそれができないと。厳しいですか僕は。あ、いい、はい、ちょっといろいろ考えないでやってほしいですね。だからいきなりなんか大成功みたいなことを狙っ、いやでも言ってることいきなり私はホームランしか打ちたくないですってことなんですよ。結果としてそんなことはないです。でもそんなこと言ってるんですよ本当に。一応売れた経験はあるけどいいのかなっていう確認で。だって紹介生まれてるんですよね、はい、だから僕がいいって言ったらいいんじゃなくて、はい、お客さんがいいって言ってくれたらいいんですよ、はい、で事業の相談は全然 OK です、はいはい、でそれがそれはいいことなのか、同行ショッピングがいいことなのか、お客さんがいいって言ってくれればそれでいいんじゃないですかね、うん、だからもうアドバイスとしてはもうずっと言ってるんですけど、メニューを出してあげて発信して、依頼を紹介でも来たら SNS に上げさせてもらう、もうこれだけ。一つ質問していいですか。じゃあもう回答したらそれを受け止めてください。はい、はい、もうそれではいだけにしてください、はいはい、ここで議論の場じゃないんですよ、はい、まずそれを習慣づけましょうか、はい、はい、どうぞ。先ほどの講座でフロントセミナーみたいなのをしたらいいんじゃないかって話があったんですけど、はい、同行ショッピングしか商品がないので、はい、その前だと吉見さんからアップリするお茶会みたいなの、お茶会でファッションに関することとかお話しするような感じで。もう普通にセミナーでいいと思います。同行ショッピングでやってビフォーアフターで綺麗になっていく人いらっしゃいますよね。その中でこの人はこういうお顔立ちでこういう特性があるからこの洋服を着ると映えるんですって、この人がもしビジネス向けに行くんだったらこういう服ですし、プライベート向けだったらこういうことを大事にしたいのでこういうものを提案させていただきましたっていうようなズームをしてあげたりするだけですね。で考えるのは大変だったら一度同行ショッピングのご依頼ください。これだけですね。だから同行ショッピングでそういう訴求をどんどんしながら、同行ショッピング気になるよとかそういうので話聞かせてもらえるんですかっていうのが一定数たまったら、セミナーやって DM 直接送ってよろしかったらいかがですかって声かけるだけですね。僕はそこを自分でまずぐるぐる当たり前のように動かしますね。大丈夫ですか。はい、はい、これ僕答え言ってますからね、こう腹落ちしてないような気がするんですけど。いや、フロントセミナーとかいろいろ考えるんじゃなくて、同行ショッピングを回す、100回回すってことを議論にして、それに紐づく行動、そうで、そのためには、はい、まず帰ったら料金表をアップする、はい、アップしたものを過去に問い合わせももらってるけど価格帯とかしっかり決めてなかった人によかったら見てねって言って DM 送ってみる、 Facebook に投稿する、 Twitter投稿する、 Instagram に同行する、同行ショッピングのたんびにお客様のビフォーアフターとか同行ショッピングしてる様子をちゃんと撮ってアップするってことをまず習慣化してください。確率論なんですよ紹介って、うん、紹介される確率のパーセンテージを上げればいいだけなんですよね、はい、なのでまずメニュー出してください、はい、絶対やってください、はい、だから問い合わせフォーム作ってあげればいいだけです、はいはい、OK ですかね、はい、はい、やってください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、いえいえ全然、ありがとうございます。